どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。じゃあ次のマップへ。さあここでやっていこうかなと思うんだけど、荒野のロッキーロードと2084年か。サビサビ荒野ってなんか聞いたことあるんだけどな、何だったっけ。あーだいぶパンクな感じが出るんだね。やっていこう。そうさ、でこの近くに赤野がいるはずだけど。よくぞ来たパンデク。マスクはお探しかな。はあ、早速変なのが出てきたぞ。大丈夫、私たちが負けるわけないんだから。そう決まってるの。そうはいかぬ。拙者が改造したハイテクメカの恐ろしさをお主らに特等席で見せてやろう。いざ勝負。ハハハハ。後ろにはないね。おお、衣装を変えたけど速攻で変えられたね。三角 R2。 はあ、ちなみにあー当たるとそのまんま割れるか。はいはい、やっていこう。やっぱここだとちょっと動きが違うね。危な。よし。で、今夜は宮殿での生演奏。ド派手な演出にご期待あれ。お、壊れるんだ。ボンミスか。苦手だね。ボタン配置的に苦手かな。あの隙間嫌なんだよな。よし、キー取り直して。ちょっと待った。はい、で、OK か。これは敵さんかな。ないよね。さあまずはこの感じかな。なんか嫌な感じのがいるね。これはどうなる。おお、爆発の影響受けないんだね。1?2?2 発ね。もう完全に無視してね。よし、あーニトロ出たね。そうニトロはね壊せないのよ。代わりにゴールにあるんで。あー絶対あるよね。待って。あったねー。よし、多分今ので取れてるはず。それは嫌だなーと。で、こう、よし。ネジの緩んだ頭でヘラヘラ笑いよって。このマネキン。よし。とりあえず聞くだけ聞いとこう。一回目だしね。ね、ジャンプのジャンプ。ぶら下がる？待って。急に、急すぎるギミックが。危ない。うっ、うっと、はい。
あ、ヒップドロップなんだ。あーはあ、嫌なところあるね。よし、あー、チェックポイント欲しい。いやー、3の時ここ結構レアだったんだけどね、使うのね。嫌だなこういう、あー盾か、嫌なんだよな、クラッシュの盾。それ言ったらほとんどのコース盾なんだけど。よし行こう。おー、ぶねー。はいはいはい。お、え、右、もうそのジャンプは運じゃない。うー、来た。あ、ちょっと待った、ちょっと待った、待った、あー、はい。あー、むずいわ。ほい、まあ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 、行こう行こう。いやー、きついな。お、マスク来たね。アブドゥブワって言ってた。あ、しくった。あ、これでいいのか。うー、危ね。怖えな。よしよしよし、ドン。いやー、なかなかね、アクションの中でも難しいからね。あの、いつも通り気軽に挑戦してみてとは言えないね。これ永遠と追いつかないパターンだな。ほう、うるさい。正面は微妙だね。左から行くか。待ってください。危ない。で、今度、はい。あーはあ。おっと。怖えな、あいつ。まあ今回ね、若干も箱は諦めてるからね。まあただでもリンゴは欲しいからね。1、2、で、オッケー。あ、まだあと1個か。あああ、戻ってくるんか、マジか。さあ、チェック。よし、上取って、はい、しびれるようなパフォーマンス。聞いてると気が散るんで。基本ワンテンポか。よしよし、順調やね。左上なんかあるね。いけだよね。ちょっとやってると違うね、クラッシュをね。はい。あー、途中こぼした分か、スライダー。さ
3回5回死んだか。はい、続ける。いや、むずい、やっぱこれ。なんかね、そのうちノーミスとか出てきそうだよね。じゃあ主人公に書いて、あー、でここなんだね。手前はなし。一応ね、できるだけ可能な限りはね。壊せる。よし、なんかゲットしたね。うんうん、こういうところね、ありそうで嫌なんだよな、隠しがね。よし、来ない。こんなもんだよね。あった。今のはダメなんだ。はい、これいけるでしょ。ないっすか、もうないっすか。よし、上はなし。よし、嫌だなこれ。裏通れないね。あー、これ以上上いけないか。ほっほっ、危ない。おお、なんだろう、マッドマックス的な感じに見えるけどね。粉々にしてやろう。なしーで、こうこうこうのチェック。よし、あー、これ乗れないよね。だよね、赤ダイヤとかボーナスステージか。じゃあここ揃わないね、どう頑張ってもね。ちょっと待った、見えないんだよな。マジでなんか急に難易度が高くないかい。雑魚すぎるやろ。ちょっと待ってね、これ難しいのよね。よし、ワンパターン。ワンパターンすぎるわって言おうと思ったらまんまとやられたわ。あ、結構タイミングがじゃあシビアなんだね。やばいな、あんな鉄砲お気に入りにやられるとは。ちょっとうるさいからね。お、近づいてきたね。やばい、うおっ。あー、こーえ。あー、先行くか。
ていうことはそういうことか。はい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 、よしで戻るパターン。はあ、怖っ。マジか。ちょっとこれは後回しでいいから、よし、ほいほいほいほと、はあ、でもう一回かな。よし、はい、あ、危なっ。んでよ。うお、ぶねえ。あ、やっちまった。あれがきついんだよね。これよね、こわっ。あの吸い込まれるのは怖いな。さあ、もうちょいで3つ溜まるかな。それ怖いわ。乗ります。乗っちゃいます。ちょっと待ってね。あ、オッケー。あー、でもボーナスステージクリア判定になってくれるんだ今回。めちゃくちゃありがてえ。なんか構えてるね。よし。ねえ君か。あー、疲れた。動いたね。いやー、辛い。どんどん心に来る。あー、焦るな。よし、すげえ。まあ絶対下なんかありそうな気がしたけど、まあいいか。こっちはないね。よし、はあはあはあ、はあ、今のダサかったな。違うな。あれ、今いけそうでいけない感じだったな。いけないね。よーし。でもってこれ降りるのはつらい。よし、これはいく。よし、あー、20個ぐらいないね。マジか、めっちゃつらかったな。まあ3つだね。3回以内いけないか。じゃ続けていきましょう。記憶のかけらのテープが解除されたよ。90年代に時間を巻き戻そう。記憶のかけらのテープを再生すると、ネオコルテックスの実験室でクラッシュとここのトレーニングが遊べるよ。なんかミニゲーム的な感じかな。
はい、ということで、2話目はここで終了したいと思います。ライブを見ている方は引き続き、動画を見ている方はここまでとなります。いや普通に難しい序盤から普通に難しい。はい、ということでまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたね。